関谷さんの生活の中における忍びの位置づけといいますか、どのような位置にありますか？かっこよく言えばですね、生活の一部みたいなこと言いたいところなんですけども、やっぱりですね、別ですね、生活とは別というか、物理的にも時間は取られるんで、練習したり演奏したりすると、普段の生活と別にそこを持ってこないといけないので、別ですね。だから位置づけとなると、生活と違う音楽の時間。ああ、そうですね。まあでもそんなに昔ほどは、昔はずっとって言っても1時間か2時間ぐらいですかね。はい、でそのうちにですね、忍ぶえって、まあ忍ぶえだけじゃないと思うんですけど、こう眠くなってくるんですよね。やってると。一人でやってると眠くなったり、こう、眠くなるんですね。はい。それで、まあそれで終わっちゃうみたいなところ。はい、っていう感じで。え、眠くなるって面白いですね、それ。なんか関谷さんらしいという気もするんですけど。だったらやめどきということですか。あ、そうですね。ありがとうございます。まあ、車の中でやってたりすると、そのまま、休んだりします。ありがとうございます。ご自分にとって好きな自分はどのような関谷さんですか。まあ、自分で自分のこと好きなところっていうのもあれなんですけど、そうですね、比較的他の人よりはこの感情的な起伏が少ないかなっていうのはありますね。そこがまあありがたいかなっていうか、好きな部分ではあります。はい。なんかこう感情が荒立つこととかでもあるんですか、それでもこう的な。まあそんなにはないですね。はい。そうですね。はい、わかります。まあ年齢的にもちょっとまあ結構減ってるので、まあ昔若い頃よりはこう高圧的にこう。対応されることも少なくなってきたっていうのもあると思います。はい、あ、なるほど。そういうことも。はい、ありがとうございます。関谷さん自体がもうその忍ぶえなんですね。いや、関谷さん、本当に関谷さんの性格がそのままその演奏に出るっておっしゃってました。私も YouTube で拝聴しましたけど、なるほど、そういうことなんだと今たどりました。そういう面で言えば全然エゴイストじゃないと思います。いろんな本当に普通の忍ぶえ奏者も和太鼓奏者もそうですけど、いろんなものをこう受け入れるというか吸収してまた違う形にして表現するっていうのが結構日本の人は多いんじゃないかなって思います。で、それは私自身もそうですね、こだわりっていうんですか、こだわりっていうのはそんなに強くないと思います。なるほど。じゃあそうですね、あとについてはエゴイストではない方の関谷さんが出る。はい。先ほどもちょっと話に出てて、忍ぶえをご自身で吹くのがお好きだとおっしゃいましたが、まあ、演奏にも出かけられるということで、関谷さんにとってその忍ぶえと、まあ、お金といいますか、そのお金の関係ですね、それはどのような、はい、でしょう。そうですね、さっきも別に仕事をしてるっていうことは言ったんですけども、まあ、普通の生活ですね、生活に関しては、まあ、
普段やってる、長年やってるんですよね、その、介護の仕事なんですけども、でそれで、まあ、間に合ってるというか、まあ、そっちの仕事自体もやりがいがある仕事なので、お金の面に関しては、その、音楽は、主ではないっていうところですね、副収入的な。ところに、演奏するとやっぱりボランティアで行くのもありますし、お金をいただくこともありますね。あとは、まあ、笛を制作する上でも、この販売という形でお金をいただいたりしています。はい。で、関係性っていうことですかね。ですから、まあ、音楽の収入に関しては副収入的な感じです。はい。で、なんか先ほど5人衆の皆さんも割とそのような感じでやってらっしゃるっていうふうにおっしゃってましたよね。そうですね。またグループでいただいた演奏の収入はそのグループのところにストックしてありますね。なんか共同の何かがあるって。はい。でそこで、まあ、衣装とか物品を購入したりして、まあ、しのぶやこれは本当に自分の趣味というか好きな環境の話なんですけど、やっぱり竹林がいいですね。一番いいのは竹林。この宇都宮にも結構大きいですね、立派な竹林のとこがあるんですけども、そこで吹くとですね、その反響もまた、すんごい良くてですね、竹に音がぶつかって、それがこう拡散していって、幻想的な音になるんで、吹いてても気持ちいいですね。やっぱ竹なんですね。はい。仲間意識っておかしいけど、そういうのもあっていいですね。で、なんか竹の、葉が落ちる時期だったんですかね、その時。もう、風が吹くと、竹の葉っぱが、ファーって、舞い降りてきて、すんごいこう、いいんですね。森でもやっぱり木にこう反響して結構いい感じなんです、森も、はい、逆に大草原みたいなとことか原っぱとか海のとことかだと特に海なんかはこう吹いてても全然この吸収されるというか、どっかに行っちゃうみたいで、もう本当に聞こえにくいね。やりにくいところ、広いところはやりにくい。お話出ましたが、コロナというか、コロナがありまして、何かそれで影響というのは受けられましたか？そうですね。やっぱり、全く、演奏する機会がなくなったっていうのはまず大きいですね。そういう意味では非常に影響があります。で、東日本大震災の時にも、まあ、しばらくというか、その復興の関係で演奏に行ったりも、行かせていただいたりもしたんですけど、その時よりも長期です。今もやってないので、はい、だいぶ影響は受けましたけども、逆に、今、通信関ネットの方で、こう、一緒にやる雰囲気が出てきているので、そういう面では、いい方の影響もあるのかな
思ってます。あの先ほど確かあのお正月なんかもよくあのそういう演奏があるあの時期だったっていうのがありましたけど、1年のうちに他にそういう時期もあるんですか？よくあの演奏が増える時期というか、そういうのはあったんでしょうか？そうですね、夏はやっぱりあのお祭り的なイベントが多いので、そういうのはありますね。夏は多いです。ただ夏はちょっと暑いので、こう、チームではあの抑えつつ、参加します。同時でやられる方もね、そういう環境も。ズームとかで、あ、そうですね。ズームですとそのタイムラグが出て同時にはできないんですよね。それぞれの撮ったものをテンポだけ合わせて、それを合わせあの後で、合成っていうのかぶせてあの一緒に演奏したように。するっていう感じの方法ですね。それでちょっと何かそれがこう、まあ、コロナで悪いことばかりでもなかったとおっしゃってましたけど、それはどういったことでおっしゃったんでしょう。まあ、いい点といいますか、何かいい影響だったんでしょうか。そうですね、やっぱり新しい試みっていうかが想像できるっていうんですかね。今まで本当に合奏となると、実際が集まらないといけなかったものが、そうじゃなくなる。例えば、本当にドイツと、今、この状態が、今までだったらそんなに、リアルには考えられなかったことですもんね。これが音楽でもできるっていう。そういうこと、はい。もしその他のすべての、まあ、アートの形がいろいろありますけれども、その中から可能性があるとしたら、コラボとして作れる新しいアートの可能性って何かお考えはありますでしょうか。これがですね、ちょっと難しい質問ですね。結構コラボっていう意味ではもういろんなことがされてきた、皆さんがいろんなことをされてきたんですよね。私たちのグループでも日本の書に合わせて吹いたり、あとは演奏しているものに合わせてこう絵をバーッと描く画家さんの人と一緒にやったり、あとは踊りとかの他の楽器も、まあ、それはもちろんありますし、あと お茶、日本茶っていうのは茶道の、ね、マッチ。その茶席の壁を隔てた後ろ側で演奏するみたいなのもありましたね。そういう意味でコラボのその組み合わせに関してはちょっと新しいこういうのっていうのはいまいち思いつかないんで、その時間とか空間を超えたコラボっていうところに新しいものが生まれるかもしれないなっていうのは思います。はい、失礼します。失礼します。